はい、それでは明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、もう今年最初の動画ということで、倉庫の中からお送りしております。っていうのもですね、すごい強風で、そうなんですよ。外で撮るとまた風切り音がね、凄まじいかなと思って、一旦倉庫の中にまあ避難してきたわけなんですけど、今年ですね、また新たな挑戦としまして、中華鍋デビューしようと思っております。はい。はい。頑張って。はい。まあキャンプとね、中華鍋って相性いいみたいで、やっぱりチャーハンとかまあ作るのにはすごくいいらしいんですけど、チャーハンとか野菜炒めとかまあすごくやっぱり万能らしいんですよね。で鉄板がさ、やっぱ相性がいいのが鉄板とさ、スキレットの扱いって結構似てるんだよね。焚き火にさ、中華鍋を直でこう置いて。ワイルドに料理をする感じ、あれ憧れるよねっていうのがやっぱかっこいいのよね。あれ野営じゃないとできないんじゃないの？いやいや、焚き火台でもできる。焚き火台にそのまま薪の上に乗せればいいだけだから、あ、上を置かずにってことね。そうそうそう。ああ、なるほど、そうか。うん、うちの焚き火台はできるかも。うん、そうだね、できるかも。だからこう振りながらさ、ちょっとやってみたいなと思って、親父飯だったっけ、まああれ見てて、まあ、かっこいいなと思ってたんですけど、まあ思っていたけどやろうとも思わなかったんですよね、最初。だけどなんかね、徐々になんかでね、ふと料理の動画が出てきて、で料理の職人さんね、もう本当の中華料理の職人さんが鍋を振ってる姿を見て、なんかかっこいいと思って、チャーハンがね、中華鍋の中でこう回りながら踊ってんの、ガシャガシャガシャってこう踊りながら回ってるのを見てさ、あ、やりたいと思ってね。だからこれはあなたが言ったことだからね、だからこれからは結構家族が料理をすることも増えるんじゃないかなと思って私買ったんだから。ああ、そういうことね。だよ、だからほら前の動画でも言ったけど、まあその最初の動画ね、2人で始めて、私もカズが作ったご飯食べたいなって言ってたの動画があるんだけど、まあそれが2022年叶うのかなと思って。なるほど。なんか楽しみにしてます。はい、任せてください。はい、ということでですね、中華鍋、ホームセンターで購入したんですよね。で、まあ今回の動画では料理をするっていうよりは鍋の慣らしですね、シーズニングというものをやってみようかなと思っております。はい、じゃそれではね、早速始めてみようと思うんですけど。まずはちょっと買った鍋の紹介ですね。もう簡単にしましょうか。はい。はい。はい、それではですね、早速紹介の方していこうと思うんですけど、まずこちらですね。中華鍋。30センチのものになります。鉄ってやつですね。30センチ。で、IH 対応ですね。はい。北京鍋ってやつだな。北京鍋ってやつだね。なんで山下清になってしまった。やめてそういうの。私ずっとそれ後引くから。で、この中華鍋なんですけど、そこが見えるかな、ちょっと平らっぽい感じで置けるやつなんですよね。で IH でも使えるらしいんですけど、中 IH の設定の中ぐらいで使ってくださいって書いてありました。え、そうなの？うん、急激に上げるとやっぱりここは熱で変形してガタつきの原因になるから、まあ、高い温度では使わないでって書いてあったんですよね。まあだから IH でも使えないことはないけど、どっちかっていうとやっぱり焚き火用なのかな。うん、焚き火だったら別に何度でもいいってこと？うん、まあただだから急激に温度を上げちゃうと、変形しちゃうからさ。で、うちのこれは叩き出しじゃなくてプレス型になります。バーンって金型にさ押さえつけたほら跡が出てるよ。カン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 ってしたやつじゃないってこと？そう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 。プレス型ですね。それは高いもんね。うん、だから結構安いです、うん、これでいくらだったっけ。2880円。うん、2880円ですね、うん、はい。で今回購入したこの中華鍋 30cm っていうものなんですけど、どこが 30cm なの。あ、ここか、うん、ここが 30cm ですね。この端から端までが 30cm になっております。でそこの深さが約 8.5cm、 深さが 8.5cm あります、うん、こっちには書いてないね、うん、30cm だけだね、うん、深さが 8.5cm で底面の平らなところが約 15cm ですね、うん、で取っ手の長さが約 15cm あります、うん、はい。であと取っ手のここの円ですね、ここの丸、これが約 3.5cm、うん、結構握りやすいよね、うんね、でも結構重みがある、うん、結構重たいです、うん、なんか27センチか30かっていうぐらいだと思う、うん、扱いやすいのはまだもう一回りちっちゃい27センチなのかな、ちょっと大きいの買ったもんね。 それと迷ったんだけどね。そうそうそう。でうちのこれは表面に薄いシリコンのコーティングが錆止めでしてあって、うん、まあ、このまま使えるみたいなんですよね、うん。でこのコーティング自体が実際まあ料理をしている最中に料理に混ざって、まあ、体内に入ったとしてもそのまま排泄されるから、まあ、問題ありませんと。ああ、そうなんだ、うん、食品衛生上何ら問題ない錆止めらしくて、まあ、ただそのコーティングが剥げてくるともう鉄板むき出しになっちゃうから、うん、まあ、そこから錆びてくるよと、うんうん、で錆びてくるとまずいから、まあ、コーティングが剥がれてやっぱり底面なんかはこまめに油を塗って錆止めをしてくださいって書いてあるんですよね。まあ本当あれだね、今持ってるスキレットと本当同じ、そうそうそう、自分がいつもしてる工程と一緒だね、うん、なのだからまあ今回は、まあ、皆さん調べたらですね、このコーティングをバーナーとか火でも焼き切るらしくて、焼き切ってもう最初からその錆止め剤を取ってあげようみたいな感じなんですよ。だからまあうちも今回まあ、シーズニングをして、うん、もう先に1回も火を入れてですね、うん、バーナーで焼いて、うん、でそれでまあ、くず野菜をちょっと炒めて、うん、まあ、ならしをしようかなと思ってます、はい。お次はこれなんですけど、これなんていうの、お玉、うん、お玉だろうね。お玉って言うよね。お玉って言うけどね、お玉だね。お玉、中華お玉、うん、ステンレスの中華お玉ですね。ちょっと長いです。長さがお玉の先端から絵のこの端っこまで47センチ、直線でね、うん、直線でまあ先端からこっちのお尻までね、絵の、うん、47センチあります。でお玉の径なんですけど、一応中っていうサイズを買ったんですね、うん、でそれで約12センチですね、うん、で深さの方が約3センチ8ミリとかそんぐらいで、何を基準に中を買ったかというと、動画で見た時にプロの方がですね、中華鍋でチャーハンを作った時にこのお玉に全部入れて、このお玉チャーハンをお玉に入れてカパッてやって。こう取った時にちょうどいい大きさだったから中にしました。まあそんだけの基準なんですけど。正解が分かんなかったので、もう何がいいのかも分かんなかったから。だからこのお玉一つがまあ一人分のチャーハンみたいな感じで、チャーハンが基準。でいいんじゃないかなと思って。でこれが1350円でした。ハンズマンっていうとこなんですけど、そこではですね。で鉄の絵中が鉄製品とステン製品と2つ並んでたんですよ、うん、で鉄のとすごい迷ったんですけど、うん、鉄のちょっと重たくてやっぱりでこういう風にした時に先重りをするんですよね、うん、やっぱり先端が重いとさ、で手が疲れちゃうから、まあ、軽い方でいいんじゃないって言ってね、うん、まあ、寿命がどのぐらいなのか分かんないですけど、で動画で見たら結構これ使ってる人多いんですよ。あ、そうなんだ、うん、なんか良かったなと思って、やっぱり鉄の方はすぐ錆びちゃうし、うん、メンテナンスが大変みたい。やっぱここも鉄だったもんね。重かった、うん、ここも鉄でね、かっこよかったんですけどね。これはまあステンレスのものを買いました。はい、はい、ということでですね、早速火入れの方ヒレじゃない。早速ね、シーズニングの方していこうと思います。はい。それでは早速バーナーで焼いていこうと思います。まあうちは IH だからガスコンロだとねそのままでいいんですけどね。まあバーナーの方が早いよということで試してみますね。この外のバーナーですね。これを使って焼いていきます。よし。じゃあ一旦軽く温めます。急激に冷やすと良くないみたいな。後ろはちょっと灰色っぽくなったけど、だいぶ焼かないといけないんだ。これをずっとやるって厳しいよね。うん、一本一本ぐらいでいいって書いてあったっていうか言ってる人いたんだけどさ、一本でも足りそうにないんだよね。ただ待つだけ。そうそう。はい、このバーナーでですね、どっか15分ぐらいやって全然ダメで、このシングルバーナーですね、コンロで、やってみたんですけど、これでもちょっと火力が足りなくてですね、またその後にこいつに戻ってどっか30分ぐらい焼いたんですけど、もう全然ですね、火が通るっていうか、赤くはなるんだけど、こうやっぱりね、範囲が狭いということでですね、結構時間かかって、これから中華鍋を買うんだったらもう最初からですね、シーズニング終わってるのを買った方がいいのかなっていう気がします。で、今回はちょっとね、ずるって言ったらあれなんですけど、実家にですね、このでかいバーナーがあったので、これを借りてきました。で、こいつでちょっとやってみようと思います。はい、こんな感じで結構いい色になりました。で、これ洗ってきてちょっとまだ表面に水がついてて光沢があるように見えるんですけど、光沢は乾いたらですね全然ありません。後ろはこんな感じですね。ちょっと真ん中が曲がりました。ちょっと曲がったよね。じゃあ一回水気を飛ばして、油を敷いてくず野菜を炒めようかな。はい、乾いたね。これで油を。ちょっと多めに、うん、ちょっと多めに。でもいいかもね、くず野菜入れて。らしいですね。全部入れた。多くない？いや、それ早めに言ってもらわないと。わあ、いいね、やりやす。やりやすい？うん。いいよこれ、めちゃめちゃいいよ。こうで。どう？こう？いや。こうだって、なんかさ、こう手前に引くだったよね。うん、いいよいいよ。あ、でもこれだけでもいい匂いがするね。なんでよ。これだけで食欲をそそる。ネギの匂いがいいのかな。うん、いいんだよ。そばっぽい匂いがする。分かった。多分こうさ、うん、向こうにある時は傾けてさ、戻る時は平らにすればいいんだよね。こう。お、早い。ね。あら。あ、上手だ。ね。上手だ。え、フランス語？上手だ。料理の才能あるんじゃない？あるかもよ。料理の才能はなくても、ただ振る才能があるだけかもしれない。いや、料理の才能っていうかさ、うん、意外なものいっぱい入れるから、結局でも美味しくまとまってさ、上手だよね。うん。あ、いつもまあ。そう、たまに作ってくれる時があるんだけど。うん、既製品のソースをたくさん入れて、うん、味をまとめるっていう。でも最終的にそれがまとまるのよ。うん、普通まとまんないんだけど。うん、上手なんだよ俺。上手だよ。すっごい上手。ちょっとやってみる？うん。飯がやりにくいのもあるんだよ。楽じゃない？お玉があるといいね。お玉でかいし。あ、上手だわ。こういう感じでしょ？そう。さすが。はい、それではですね、このような感じで、くず野菜を炒め終わりました。で、この、表面の油をもう一回水洗いだけで洗って、で、その後ちょっと油で、慣らしてですね、錆止めみたいな感じで油を塗って、で、実際にですね、チャーハンをちょっと作ってみようということになりましたので、その準備をしていこうと思います。これ何から？玉ねぎからとかの方がいいかもね。玉ねぎ入れて、うん、玉ねぎここら辺3つ入れていいんじゃない？一気に。ああ、先にね、うん、卵入れてご飯入れて最後にネギをパッと入れれば、うん、じゃあ玉ねぎ、はい、もうピーマン、いいね。でも火力が下がるね、やっぱね。うん、だからもうぐっと下がる。ここで溶き卵。はい。もうちょっと待ってね。これマックス？タル君マックスに近いよ。ほぼマックス。軽くが損がないね。こいつ。うん、そうね。風貌はね、またちょっと違うんだろうけどね。風貌しちゃうと見えないもんね。なんだよ。もういいかな。うん、いいと思う。はい、卵。はい。で、すかさず。ご飯。ご飯。はい。で、ご飯は。ほぐして。押さえる。動画で習ったようにしてるね。そうそう、こういう風にして押さえて、で混ぜる。まだじゃないの？まだ早い。軽くはやっぱりね。軽くがない。こんなベタベタならないもんね。カラッとなるもんね。火力がやっぱ大事なんだ。火力か。火力は大事だね。火力も上がんないもんね。火力で言うんだったらもうオムニバーナーとか灯油のバーナーがあるわけ、あれだと火力は絶対強いよ。あ、そうなんだ。これも仕上げにネギも入れます。はい、からなかなかうまくできないんだな。難しい。いや、火力だよ。火力。だって中華の動画見てたらもうこの時点でパラパラになってるもんね。だよね。もう出来上がってるもんね。出来上がってる。これもさあ、鍋を返しながらみんなすくうじゃん。ああ、美味しそうだよ。いいじゃん、いいじゃん。はい、それではできましたので、ちょっと試食してみようと思います。はい。いい。じゃあいただきます。いただきます。ちょっとごめん。あ、美味しい。でも美味しくないはずがない。普通に美味しい。普通に美味しい。もうちょっと火力だね。まあこれだと普通にフライパンで作ってるのと一緒だよね。あ、でも美味しい。このクックドゥのマニュアルか、香味ペーストっていうのはあるんですけど、これ試しに買ってみたんですよね、先日。これと塩コショウだけで味まとまるから楽だよね。塩コショウだけでも美味しいのかな。ちょっとマジうまい。美味しいよね。美味しいよね。めっちゃ美味しい。はい、ということでですね、美味しいチャーハンができました。美味しかった。ちゃんとできたね。まあ火力だよね。火力ですね。最大の課題は。焚き火台でやったらどうなんだろうね。焚き火も結構炎強めにしたらいいのかな、火力っていうところと。やってみないとわかんないけど、ね、動画で見ると中華屋さんが使ってる本当にコンロっていうかさ、うん、あれはなんかこう丸状のものの中がもうボーってすごい火で燃えてるよ、だから高火力でも一気に炒めるっていう感じなんだよね、うん、表面をね、うん、で火力がちょっと足りないと中がこう、まあ表現はあれだけどべちゃってなっちゃうっていうかさ、うん、水分が多いと、うん、一気にこう飛ばしてあげた方が、まあ、より綺麗に仕上がるんだろうね、うん、でも普通はそうだよね。一般家庭はやっぱりそれがうまくいかないからっていうじゃん、うん、パラパラしたいっていうのがさ、うん、だよね、うん、まあ味は普通に美味しかったです、ね、はい、はい、ということでですね、うん、2022年この中華鍋でいろいろね料理を作ってみようと思います、はい、まあよかったら皆さんも買ってねいろいろ挑戦してみていただければと思います、はいはい、で今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それでは、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。Calling out your name as you shut the door behind